皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。昨日病院にまた行ったんだけれども、そして駐車場で降りたらね、この歌声が聞こえてきたんですよ。なんか素敵だなと思ってちょっと聞き入っちゃったんですけども、なんかロサンゼルスならではじゃないかなと思うんですがね、病院の隣がなんかデイケアみたいな感じ、お年寄りの方が住んでいるところみたいなんですけれども、そこでなんかイベントがあったんでしょうかね、ということでね、駐車場で聞いた歌声を今日は本日のロサンゼルスの風ということで皆様にお届けしたいと思います。Thank you.